はい、オルガンライフです。過去に未練のある私、デロリアン47号の組み立てです。47号、久々にタップが出てきましたね。タップというか、私は持ってるんですけど、あの金属ネジ、まあ、デオスティーニのこの案内だとタップを使うようにって、まあ、そういう案内があるんだけど、この組み立て説明書にはタップを使う、どこで使うかっていうの、そういうのが出ないんですよね。うん、なんかおすすめしてるのに詳細な使い方を説明しないっていうのも、まあそれもちょっと、まあそんなこと言わずに私は組み立ててます。まあ、これ簡単なキットだって、ドライバー1本で組み立てられるって言ってるんだけど、結局はモデルの知識を手に入れないといけないです。だからこれ一度組み立てれば、このモデルを組み立てる基礎知識、それがわかるのかな。まあただそれにしては決心のいる値段ですけどね。まあもうちょっと1万か2万ぐらいのモデルで、このモデルを組み立てるためのトレーニングができるデオゴスティーニの入門キットみたいなもの、そういうもの欲しいですね。では、まあ映画の中の名車、これから多分最後まで続きますね。ヒッチコックのめまい、これ出てきたジャガーマーク、何これ、 V の後に3つって、これどっちになるの。まあ、増えるんですよね。マーク8でいいんですよね。うん、まあかっこいい車だけど、まあ別にすっごく魅力があるとかそそられるって感じはないですね。制作日誌パート2、トーマス・ウィルソン、あの嫌なビフ役、すごく嫌な役だけど、なんか本人はすごくいい人みたいな、そんな感じみたいですね。でもトーマス・ウィルソンかわいそうですよね。もう見た感じ、あ、ビフだみたいな、ビフだろうみたいな、なんかすごく嫌な人みたいな、そんな印象がついちゃいましたよね。実際本人それを払拭したいみたいで、この後悪役には出てないとのことですね。あ、スポーツ年間、ついに出てきますね。グレイズスポーツ年間って言っても、スポーツ年間って検索するとバックトゥーザフューチャーでしか出てこないです。このグレイズスポーツアルマナック、グレイズスポーツ年間、これしか出ないんですよね。まあ、あとこの本すごく薄くて、ポケットとか折り曲げればポケットになんとか入るっていうサイズだけど、1950年から2000年のスポーツの記録を全部入れようとしたら、あの5000ページぐらいになるだろうって。ただまああれは未来の紙で作ったのからすごく薄いんだらしいですね。まあ今ですよね。スポーツ年間、未来の紙を使って5000ページも雑誌サイズにできる。まあ、今そんなアプローチじゃなくて電子化になってますよね。あ、信じられない。さあデロリアンを作ろうのページが増えたため、ビハインドザシーンはお休みさせていただきます。おう、来週ってか来週になるのかな。来週号はダッシュボードにコードを設置する。まあ配線だけでなんかこれ今回は安そうだなと思うんだけど、工程が増えるってことですよね。難しそうですね。うん。来週は気合い入れましょう。で、今回、ステアリングホイールを組み立てる。今回上がりますよ。ということで、組み立ててるところ見てください。
ドレス。これハンドルつきましたね。ハンドル、これ嬉しいな。ハンドルがついた。それハンドルの部分金属。ぐるぐる回っちゃうな。まだ固定されてないから。それとこのセンターコンソールとダッシュボードがくっついた。かっこいいなこれ。うん、嬉しいわ。なんか嬉しい。これ実際組み込めるのかな。なんか下手に組み込んで変なことが起こったら嫌ですけど、ついにこの運転してて見える部分、この部分ができましたね。うん、まあダメか。なんか右ハンドル仕様にしてほしいなと思ったけど、そうすると映画と違いますからね。残念ながら、残念ながらっていうか左ハンドルですね。あとこれウインカーがその国産車と違いますね。反対向きです。これは嬉しいわ。次回でこの周りがコードだらけになるらしいですね。まあ、これで、まあ、ドクが作った手作り感ある車みたいな、そんな感じになってくるのかな。まあそれだとこれ設定が手作り感ある車だから、多少パーツが雑にはまってても言い訳になりますね。これがモデリング初心者にとってはいいのかなって、そう思いました。次回に期待して終わります。では、バイバイ。